やも、アンドのこうさんです。お久しぶりです。ちょっと期間空いてしまいました。今日の動画はね、雑談といつも通り宣伝になってます。最近、動画上げれてなかったです。福岡の行けへんようになってから、まあ、バーバーバトルの方に行かしてもらって、それの動画上げていこう。ちょっと動画上げれてなかったんですけども、なんか福岡行けへんくて、ロンティ新作作ってバタバタっとしてちょっと燃え尽き症候群になっちゃって、はーっつって一回ちょっと息切れてました。一応ね、来週ぐらいからまた靴の紹介やったりとか、ハイドロディッピングの方やったりとか、あと僕の好きなお店の紹介とかやっていこうとは思ってるんで、また来週ぐらいから楽しみにしておいていただければありがたいです。そうっすね。ちょっと燃え尽きてましたね。言い訳なしに。ほんまに普通に燃え尽きてました。まあ、ちょっと燃え尽きてる期間中に、まあ、新作作らせてもらったりとか、いろいろ、楽しいイベントのお手伝いとかさせてもらってて、まあ、後でそのイベントの宣伝とかさせてもらいたいなと思ってるんですけど、服の方に専念させてもらったりとかできたかなっていう感じですね。で、また来週ぐらいからさっき話した通りね、靴の紹介やったりとか服の紹介とかね、やってきますんで。最近登録してくれた方やったらハイドロディッピングからの方が多いかなって思うんですけども、ハイドロディッピングのリベンジもします。っていうかね、動画にしてないだけで2回ぐらいやってます。インスタにも上げてないんで、インスタとかはね、僕結構プライベートな感じでストーリーとかバシバシ上げてるんですけど、そっちにも上げてないんで多分僕のこと好きで見ていただいてる方も知らんと思うんですけど、ハイドロディッピングとかも2回ぐらいやってて、1回が僕の中であんまりまいちゃって、もう1回が結構うまくいったけど、なんか動画にするほどではないかなみたいな感じやって、まあオクラにしてるやつがあるんですけど、そろそろ綺麗にいけそうなんで、うまいこと言ったら動画にして、オクラにしたやつもまたちょろちょろっとそれ出した後出せたらなとか思ってるんですけども、まあまあまあ、なんでハイドロディッピングの方もまた楽しみにしていただければ。うん、ボツもねかっこいいんですよ、ボツになったやつも。今ちょろっと見せましょうか。惜しかったんですよね、それは。じゃーん。あ、これちょっと赤飛びしてるな。じゃーん。はい、これあんまり僕の中でもう一息かなやったんですけど、赤尾の組み合わせが好きなんでちょっとやったやつなんですけどね、まあ、こんなん作ったりしてました。まあこういうハイドロディッピングもまた紹介したいなとは思ってるんで、あとはまあ新作とか秋冬の服とかもね、どんどん来週上げていくんでって、何回目やろこの話。まあそれはそれで楽しみにしていただければ嬉しいです。はい。でね、あ、これ落ち着くからちょっとこれしときますね。ここ置いときます。で、あとはまあ宣伝とか、まあ最近やってたことなんですけど、明日、明後日、滋賀のいつも僕が遊びに行かしてもらってるステールフィンクでイベントがありまして、毎年一回やってはるカスタムスケートライオットっていう、アメリカのクラシックカーやったりとか、バーバーやったりお店やったりとか、雑貨やったりとか、そういうカルチャーのつながりの人らが、お店し合って、クラシックカーやったりとかカスタムバイク持ってくるっていうイベントが明日、明後日、土曜、日曜日に、開催されるんですね。あのステールフィンクで僕そちらの方にですね、まあ遊びに行かしてもらってる縁で、明日明後日撮影込みで、ちょっとイベントに参加というか、単純に一お客さんとして遊びに行く予定なんで、まあ関西在住で土日暇な方、特にちょっと土曜日は雨かもしれないですけど、日曜日とか晴れるみたいなんで、また来れる方とかはね、ぜひ遊びに来てください。僕多分終日いるかは分かんないんですけど、結構いる予定なんで、ぜひぜひね、来ていただいて、声かけていただければ嬉しいです。アンドでの出店はないんですけども、その周年の T シャツ作られてるんですけども、こちらですね、誠さんっていう愛知県かな?愛知県のピンストライパーの方が、今回のイベント用にイラスト制作されたものの T シャツ制作を今回やらさせてもらいました。アンドとして作ったわけではないので、ネット販売とか、僕らは販売してないんですけども、ステールフィンクで購入できるみたいなんで、またね、イベント来られた方ぜひ見てみてください。全部作りました。もういい勉強になりましたね。楽しかったっす。こんなすごいイラスト T シャツ作らさせてもらってめっちゃ嬉しかったですね。そういった形で関わらさせてもらったりとかさせてもらってるんですけど、まあ、そのイベントが明日明後日あります。まあ、めっちゃ楽しみです。スケートカルチャーとプラスしてモーターカルチャーですね。もともとそっちには詳しくなかったんですけど、親父が好きやったりとかして、で最近関わらせてもらってる人とかの影響もあって、最近ちょっとハマってきてまして、バイクの免許欲しいなって今すごい思っとるんですけど、まあそんなんのど真ん中のイベントが明日明後日あるんでね、楽しみにしてます。まあぜひこの動画見て、ああ飽きたいなーって思ってはる方で、関西在住で来れるっていう方はぜひぜひステールフィンクでお会いしましょう。全国の方見てはると思うんで、行きたいけど行けねーみたいな方いらっしゃると思うんですけども、まあそういった方は僕が動画でしっかりとお伝えできるかわかんないですけど、僕の目線でこんなんだったよって
こんなイベントあるんだよってご紹介できたらなと思ってるんで、そちら楽しみにしていただければ嬉しいです。まあ、そんな感じっすね。あとはまた今必死校、これめちゃくちゃ分厚いパーカーなんですけども、パーカー類とかの新作を今週金曜日に多分あげるんで、好きな方は、そちら見ていただければ嬉しいっていう感じですね。間に合えば結構渋いの何個かあげれると思うんで、はい、楽しみにしてください。まあ詳しくはインスタグラム見てもらったらね、僕作るたびにインスタのストーリー乱発するんでまだそっち見ていただければ嬉しいです。まあそんなとこですね。まあ今日の動画はほんまに雑談なんですけど、あとはあれですわ、動画なんですけど、今度ね美味しいハンバーガー屋さん2軒ぐらい紹介できそうなんで、ちょっとそれもまた動画あげますね。はい、ゆっくり紹介したいと思います。あと京都の靴屋やねあとは大阪の行きたいお店もあるんですけど、最近ねなんかアンドっていうブランドでがっつりやらしてもらって半年ぐらいちょうど経ったんですけども、まあいろんな人、イベントやったり動画を通じたりとか実際に自分で行ったりとかでいろんな人と関わらさせてもらうようになって、より自分の景色が広がったというか、よりいろんな新しい好きなものに今出会えててめっちゃ楽しいですね。まあできるだけそれを一つずつね、ちょっとずつ動画で、うわこんなあるんやっていうのをね皆さんに伝えれるように、これからも動画作り頑張っていきたいと思います。来週ぐらいから頑張ります毎日投稿してはる偉大な方とかに比べたら僕すごいスローペースなんでちょこちょこ上げてどっかで休んで、ちょこちょこ上げてどっかで休むかもしれんすけどはい、まあイベントの様子やったりとか来週以降の動画楽しみにしていただければ嬉しいです。最後もうさっぱり宣伝したんでもうあんまりやらないんですけど、シルクスクリーンでプリントしてる T シャツ、概要欄のホームページから販売してます。ちょっとこれ今着てるパーカーに関しては今作り中のやつで製品化してないやつなんですけど、まあこれも来週金曜日ぐらいから出してます。まあロンティー今めちゃくちゃたくさん出してるんで、そちらの方見ていただければ嬉しいです。またね明日明後日あるカスタムスケートライオットっていうイベントの動画やったりとかちょっと楽しみにしていただければ嬉しいです。また次回お会いしましょう。バイバイ。